どうも、斉藤紳士でございます。さあ、今日は久しぶりに、文学賞の世界ということでね、今までいろんな文学賞っていうのを紹介してきました。野間文芸賞とかね、あと、何でしょう、三島由紀夫賞とか、谷崎潤一郎賞とか、川端康成賞とか、いろいろ紹介してきたんですけれども、今日ご紹介するのはですね、文化村ドゥマゴ文学賞でございます。はい。前に世界の文学賞でね、ドゥマゴ賞ですね。ドゥマゴ賞っていう文学賞があるというふうに言ったんですけれども、それと何かの関係があるのかというふうにその動画の中でも言ったんですけど、実は関係がある。関係があるというか、まあ、パリのドゥマゴ賞のユニークな精神を受け継ぎ、文化村創立1周年の1990年9月3日に創設した文化村ドゥマゴ文学賞ということなんです。はい。で、受賞作はですね、毎年変わる一人の選考委員が決めると。おぉ、すごいでしょう。選考委員は一人です。しかもその一人の選考委員が毎年変わるんだそうです。面白いですね。はい。というわけでちょっとね、過去の受賞作っていうのをね、ちょっと紹介したいと思いますけれども。まず第1回目はですね、選考委員がまず、蓮見茂彦さんでございます。はい。一人でございます。はい。で、受賞したのがですね、山田耕一さんでございます。はい。トリュフォー、ある映画的人生というね、これはだから小説ではないんですね。別に小説がね、受賞するとは限らないんですよ。別にね、評論が受賞してもいいというような、まあそこは本当に割と広めに取ってるんだと思うんですけども、そちらが受賞したということで。で、第2回はですね、三田秀明さんが受賞しておりますね。芸術とは無残なもの、評伝、鶴岡正夫ですかね、これは。はい。これね、選考委員はですね、吉本隆明さんなんです。はい。まあ、こういうふうにですね、面白いですよね。第3回は、辻邦夫さんが、選考委員で、受賞者が久世、光彦さんで、作品が蝶とヒットラーというね。こういう感じでどんどんこう行くんですけれども、まあまあ、知ってるところで言いますと、第4回、中澤新一さんが選考委員で、受賞したのが内田春菊さん。ね。漫画家であり、作家である方ですよね。私たちは繁殖していると、ファザーファッカーが受賞したと。はい。で、私が知っているのはですね、第7回、町田光さんのデビュー作ですね、クッスン大国が受賞作になって、これはもう、確実に覚えております。はい。クッスン大国を、でもね、最初出た時は多分受賞してなかったはずです。単行本になった時は。後からなったはずなんですね。でこの時の選考委員はじゃあ誰だったのか。今初めて知りました。筒井康隆さんなんですね。筒井康隆さんが、選考者で、そして、町田光さんが受賞するというようなことがあって、これも面白いんですね。第9回は久世光彦さんがですね、今度は選考者になってたりとか、で、川上博美さんの神様を、ね、受賞作にしていたりとかですね。結構これ見てみてください。全部は紹介しませんので。面白いですね。第12回は荒川洋二さんがですね、田田陽子さんの休憩時間を受賞作に推してると。ね。いうようなことがございます。これ読んでたら、見てたらめちゃめちゃ面白いです。はい。第19回、平野啓一郎さんのドーンで受賞してるんですけど、その時の選考者誰かわかりますか？島田雅彦さんです。はい。こういうの見てるだけでも面白い。で、そうか。そうだな。この麻吹真理子さんのね、僕この間買ったんですけれども、流石ですかね、これはね。流石の、なんていうの、巻末で対談してましたわ。堀江敏行さんと。なぜかと思ったら、堀江敏行さんが選考者で、麻吹真理子さんがこれで受賞してるんですね。今謎が解けました。なるほど。まあまあこんな感じでね、これ見てるだけでもずっと見てられますね。面白い。ちなみに一番最近は、今年ですね。今年はですね、選考委員がですね、江國香織さんだったんですね。で、受賞者がですね、堀川里真子さんでよろしいですかね。これごめんなさい。堀川里真子さんですね。堀川里真子さんの海のアトリエで、受賞されております。はい。というようにですね、非常にこのなんか、ユニークですよね。選考委員が一人、しかもその選考委員が毎年変わるという、だから誰が誰の何を選んだかっていうのが、
一目瞭然というか、ね、面白いですね、ドマゴ文学賞。はい。ちょっと注目してみてはいかがでしょうか。はい。というわけで今日はですね、文学賞の世界、今日ご紹介したのはですね、文化村ドマゴ文学賞でございました。どうもありがとうございました。